いや、お腹すきましたね。来ましたか？まだご飯食べてなくて、地底人ラジオは深夜の放送なんですけど、収録してる時間は深夜ではなくてですね。でももう11時ぐらいですよ、今、お昼の。そうですね。朝ごはん何も食べてないと。ほら、一日食って話してるじゃないですか。あ、ですよね。まあもちろん免疫力が落ちない程度にですよ。今何もそんな無理して過酷なダイエットに挑む必要はないので。そうなんですけど、なんかやっぱりね、何度も言うようですけど、ちょっとこう調子もいいので。で、今日はおこもりならではの久しぶりにちょっとおひげを生えたまんまにしようかなと思いまして。完全にラストレター的な感じになってますよね、見た目の感じが。そうなんですよ。いつも思うんですけど、おひげを生やしてこの丸い眼鏡をかけると音坂京志郎になるんですけど、ですよね。音坂京志郎さんよりもちょっと高級な眼鏡をかけてるんで、出た。そこはちょっと強調しておきたいと。あとその音坂京志郎さんよりもポップな、クンピーあ、の確かパに。ーカー着てるんで、あ、確かに、確かに、それは違いますね。なんか音坂京志郎さん、うっかり小説がまた売れてお金入ったんじゃないの？みたいな感じにちょっと見えちゃうんですよ。てか、髪の毛切りたくても今切れないですよね、なかなかこう。もう私、今もう朝起きると、もともと天然パーマ気味なんですけど、完全に脳科学者の茂木健一郎さんみたいな朝になってるんですよ。あ、でもなんかさ、それぐらい伸びてるのもよくない？いや、なんか非常に二次元的な髪型になってきてますよ。そうですよね。上から装着したみたいになってるんですよね、今ね。あと、このもみあ げのかかって感る。じもいいよね。こう、クリーってなっててね。今ね、あまりにも結局、なかなか画面出ずに、たまにナレーションやってるぐらいなんですよ、今こう、テレビの方も。だからこの機会に伸ばす分だけ伸ばしてみようかっていうね。でしょ？だから僕もまあそれだもんで、まあひげも剃るの面倒なんで、ちょっとしばらく伸ばしておこうかなと思って。まあ結局そのオンライン飲み会なんて言葉はあるけど、我々積極的にはやるような人たちじゃないじゃないですやらか。ないですよ。まあお家でブロスの企画はね、まあやるけれども、そんなわざわざオンライン飲み会で、じゃあ喫茶ちょっと飲もうか今日なんていうことにやっぱりならないでしょ。ちょっとなんか語ろうかみたいな感じにならないですよね。だからやっぱ人と会わないから、人がどうなってるのかわからないっていうのはまあしばらく続くだろうね。でもネット見てるとオンライン飲み会で、家飲みなんで、お金のことをあんまり気にせずにガンガン飲めるじゃないですか、こう注文じゃないから。宅飲みで飲みすぎて、ちょっと言っちゃいけないこととかを同僚に言って、ものすごい険悪になったりしてる人とか、あと後悔してる人とか。ああ、酒飲まれちゃってね。そう、そうそれ気ね。をつけないといけないですよね。家だとやっぱ飲みすぎちゃうから、あと食べ過ぎちゃうし。そうね。いや、先週の福山さんがラーメンチャーハン食ってるっていう、つぶやき見てたら、それを聞いてた地底人リスナーがめちゃくちゃラーメン食いたくなってましたもんね、今。ラーメン食いてーっていう。今週はカップラーメンでしたね。お、食いました。今週は それもまた意外な展開。2日続けて豚骨でしたね、また。それ、また普段とはちょっと違う感じの食や生活。らないっすね、やらないですよ普ね。段はね。今私がもう YouTube で毎日じーっと見てるのは、自宅で名店の味を再現するっていうやり方の YouTube をずっと見てるんで、今度スーパー行った時に鶏ガラとか買ってきてやってみようか、煮干しとか。やっぱり出汁でしょ。そうそう、出汁の作り方を動画でずっと説明してた。それがすっごい面白そう、なんか美味しそうなんですよ、なんか。出汁だよね。そうなんですよ。いや、お腹空いてきた。じゃあ今週も行ってみましょうか。福山雅治と
東口役者の地底人ラジオ。やっぱちょっとずれる。はい、では、まずは始まりの歌リクエストです。千葉県、千葉市のゆうこちゃん、女子48歳、幸福論リクエストします。マシャのことが気になりかけたのはラジオからでした。最初は出かけた時に帰りによく FM を聞いていて面白い人だなぁと。なんとオールナイトニッポンもやっていると知り、聞いたら10代の頃楽しんで聞いていた感じのままの番組で、新曲など宇宙初フルぶっかけなどラジオ愛あるマシャにハマっていきました。毎週いつも通りラジオを届けてくれたからマシャのファンを続けてこれました。あ、兵庫県の中地さんから、男子25歳、幸福論です、リクエスト。マシャのライブに初めて行けたのは一昨年の暗闇の中で飛べでした。初めてのマシャの生演奏を聞いたのがこの曲です。去年僕に初めて彼女ができました。おめでとう。彼女はいつも笑顔で優しくて、僕は毎日が幸せです。照れくさいんですがこの曲を聴くと、そんな彼女を大切にしていきたいなとしみじみ感じて、ついついめっちゃいいから聴いてみてと初めて彼女にマシャの曲を、この幸福論をおすすめしました。僕にとってこの曲は初めてのマシャの曲であり、今の僕の気持ちを表すのにぴったりな曲ですと。ありがとうございます。それでは本日の始まりの歌リクエスト、幸福論。地底人ラジオ。最近在宅期間の SNS の楽しみ方として〇〇チャレンジが次々に出現。枕をドレスに変えるピローチャレンジが世界中で流行中って、これ知ってました？総武さん。知らなかったです。いや一応ほら私も見てみたんですけど、ほら普段からインスタとかもそのハリウッドセレブ的な人を全くフォローしてないので。そうですよね。こんなこと、いや、ただこれ福山さん知らなかったですか？知らないです僕。福山さんもほらいわゆるすごいピクシーモデルみたいな人をよくフォローしてるじゃないですか。あ、僕ねフォローはしてないんですよ。僕は自分でたまにネット上のお散歩をするときに、はい、このセレブという神々たちの遊びをね、拝見するときに、その露出度の高い神々たちの遊びを見るのが好きなだけで、わざわざフォローはしてないんですよ。なんか例としてアン・ハサウェイさんとか載ってるんですけど、はいはい、その枕カバーを体にそのまますっぽりとかぶり、はい、お乳の下あたりをギュッて縛っただけみたいな。これ枕カバーというか枕でしょ。枕を当ててベルトをしてるだけなんだ。これそう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 、これだからアン・ハサウェイさんだからいいわけだって。そのベルトが、ベルトがすごく長いベルトが必要になる方もいらっしゃいますよね。このいや普通の人がやったらこれ今くるよしショーですよ絶対に。これそうですよね。このブリタニー・グザビエさんっていうのは僕はちょっと存じ上げないんですけど、ですけどこれまたどう考えてもこのウエストの細さ異常っていう。そうですね、ウエストが相当細くないとこの形にはなりませんよね。細くないと完全に豚の肩ロースの塊をこう焼肉にする過程みたいな感じチャーシューみたいなことになるわけです。チャーシュー的な感じになりますよ普通は。だからその普通はならないこの感じが神々の遊びなわけだよね。そうそう、まあ見る分には素敵ですな。そうですね、そうですね、でも僕はもうちょっと露出が多い方が好きなので、多分これはそんなに画像としては掘らないんじゃないかな。そうですか。僕はね、これでもまだ足りない感じですか。はい、そうですか。あと何ですか、この何でもいいので一つのテーマを1ヶ月続ける30日チャレンジ。あ、最近私のフェイスブックの友達とかでもなんか毎日、なんか幼少期の写真を上げていくみたいな。ああ、なるほどね。まあなんか、確かに僕も毎週週末にはデビュー当時ぐらいの写真を上げるフォトストリームをやってますけど、まあ毎日ではないですけどね。毎日やるって筋トレとか日記とか早起きサプリメントブログ新しい音楽を聴く毎日一つ親切をする。これなかなかねこう人にこう出歩かないので人に会わないので親切難しいかもしれませんけど、毎日写真を1枚撮る、朝ごはんを食べる、知らないことを調べる、イラストを描く、お金の使い方の見直しを毎日する、あ今、ね、断捨離、
なんかしてることある？まあ、いやだから運動できないんで腹筋体幹はもう毎日するようにしてますけどね。もうなんかもうそう、やっぱどうしても体が緩んできちゃうんで。そうね、うん、まあまあまあ、なんだろうな、俺なんかしてるようなことがあるような気がするんだけど、なんだろうな。まあ朝日スーパードライを1本飲むっていうのは全く変わらずしてるけどね。いや、そういう楽しみはやっぱりもうちゃんと残しとかないと。そうなんですよね。ええ、あとやっぱ僕はそうですね、よく考えるとルーティンっていうのは本当にこういう自粛の時じゃなくてもずっと気をつけてルーティンしてることって意外とあるなってやっぱ思いますね。そのスーパードライを飲むっていうのもそうだし、はい、ネイルクリームを塗るっていうのもそうだし、うん、あと、いい排便のために、あ、いい排便という出口に向かって食べ始める。だから食べるのが目的、食べるのがゴールじゃなくて排便をゴールにして食べるのをスタートする。そこからのいろんな逆算逆算っていうすごい逆算ですよね、うん、だから排便中に携帯のライトでちゃんと便の様子を見ながら排便するんですよ昔じっと見ながら。そう昔、その昔っていうか、そのトイレに明かりがつくトイレとかがあるのを、 あるじゃないですか、はい、その便、ね、便器の中が明るいの、あの飲食店とかにたまにある、うん、あれ、はい、あれなんだ、これいらないなと思ってたんだけど、あの機能いるね、はい、だからあれでしょ、なんか今いろんな企業を開発してるのはさ、トイレに座るだけで毎日のその健康状態をチェックできるデータを収集して、あ、そうです、うん、尿とか便とか、あと体重とか、はいはい、体温とか、はいはい、その全てのデータをデータ化して毎日の状態を健康チェック、ヘルスチェックができる便器を今開発してるんでしょ。ちょっと待ってください、今ちょっと調べたらこんな情報が出てきました、うん、今、うん、スタンフォード大学っていう、はいはい、ね、世界の名門大学ありますけれども、はい、それがアメリカで発表したんですけども、うん、まさに福山さんが言ってたスマートトイレっていう、うん、これがですね、どうやって人を見分けるかっていう、家族何人も使ったりすることもあるじゃないですか。ああ、確かにね、いちいち、これは、パパだよとか押さなくてもいいっていう、はい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 、これはどうやって見分けると思います、これは誰々だっていうのを。ズバリ言ってもいい？お願いします。肛門認証。正解です。ほら人の数だけ顔があり、顔の数だけ肛門の数がある。いやいや、まあそうですね、顔、はい、指紋っていうのがあるように、あ、まさに肛門にも肛門門っていうのがあるわけでしょ。あ、本当そうなんですよ、肛門門っていうのが実際あると俺って知らないことでも全部が手に取るように分かるんだな、この手の話に関しては。恐ろしい男ですね、本当に。肛門門、そう、肛門門、いわゆる本当指紋と肛門の門、やっぱりそうだ。で、利用者を識別できるっていう、肛門識別機能があるわけでしょ。すごい、やっぱシワの数でアップは誰だっていう、シワの数だけ、肛門にシワ、はい、肛門に刻まれたシワの数だけその人の人生が分かるってことでしょ。いや、別に年取ったらシワが増えていくわけでもないと思うんですまあね、割と最初からシワあるもんね、伸縮性があるもんだから ね、で、それでやっぱりデータをこう収集して、うん、貯めて、それをネットに送ることができる。いや、すごいで、これもう今もう実用化に向けて結構進んでますよ。なんかその研究俺も参加したかったな。あ、人体実験として。いやいやいや、研究者として。研究者として、なんかすごい楽しいじゃん、やっぱ。あ、肛門ってこんな違うんだなって。そんなに見てないからね、人の肛門見ないですねまあそういうことがもう今本当にもう間近に近づいてると、実用化まで。いや、早くそれ実用化されてほしいなこれさ、全然チャレンジと話が変わってますけども。ああ、ほら、毎日ね、毎日続けることっていうことからね、ちょっと流れてきてるけど。してることですよね。
じゃあちょっとこの後一曲いって、はい、その新たなチャレンジをねリスナーの方も始めてらっしゃる方が多いので、そちらのメールも紹介していきたいと思います。はい、じゃあ毎日チャレンジ、毎日のことなんだろうな、じゃあいってらっしゃい。地底人ラジオ、リスナーの皆さんから新しいチャレンジを結構してますこの期間にっていうメールが届いてまして、はいはいはい、愛知県のマリちゃんからでございます。マシャチーム福山の皆さん、おうちでブロス2ありがとうございました。ああ、とんでもないです。あらかじめバックアップ視聴が2つも用意してあって、マシャらしい用心深さにクスッとさせられました。オンライン飲み会の体験をしたことない私も、実態を知れて便利な世の中になったなと実感しました。食事を温めたり飲み物を作ったり、お家の中そのままの感じなんですね。コロナウイルスをすっかり忘れてしまうほどほのぼの感にあふれていました。東京にもあったんだの弾き語りもありがとうございます。マシャの温かさが身に染みます。新田さん、ギターのアップが多めでありがとうございます。ギター超初心者の私にとってマシャの指使いはまさに神です。そうですか、少しでも近づきたいと練習していますが、年のせいもあるのか、とにかく指が思うように動かず、参っています。マシャは何か指の運動されてるんですか。ギターを始めた頃、あるいは今でも続けている指体操や強化法とかあったら教えてください。まだまだ油断が許されない状況です。どうぞ皆様ご安全にと。ありがとうございます。他にもね、オリコちゃんから、マシャコンチステージン、コンチステージン、他局ですがジェットストリーム機長就任おめでとうございます。ありがとうございます。コロナウイルス感染拡大で暗いニュースが続く中、毎日寝る前に心のオアシスです。深夜なのに下ネタのないところに感心したり、落ち着いたナレーションも素敵だけど、マシャのラジオの最大の魅力はフリートークにありと再認識したり、そんな連日の夜更かし、朝起きられるか心配でしたが、リモートワークが多くなって通勤時間がなくなった分、ちょっと寝坊できるようになって、このライフスタイルもいいかもと新型コロナの影響を前向きに捉えています。そこでマシャにお願いです。余裕のできた時間に弟にもらって放置しっぱなしのギターをやりたいんです。自己流でやろうとしてもコード練習の D、E、F で挫折の繰り返しなので、もっと楽しく一月でマシャの曲を一曲弾けるようになるみたいな動画レッスンをお願いします。簡単なコードで毎日少しずつできるコードを増やして、一月後にはマシャと動画を流しながらセッションみたいなレッスンがあったらコロナも乗り切れそうです。ぜひぜひ検討してみてくださいませ。エンタメ業界大変な時期にブロスのために素敵なおうちブロス企画をありがとうございますと。おー、なるほど、うん。まあ、あとはね、独学でやり始めたんですがっていう、あのミキちゃん、千葉県のミキちゃん53歳はグッドナイトをやりたいなと、20数年前に購入したマシャのギター本で独学で練習していますと。グッドナイトやりたいっていう方とか、うん、あとは広島県 RCC 中国放送沖の、瑠璃姫、 RCC 中国放送沖のあなた、こんばんは。こんばんは。こんばんは。福山さんの恋がやりたいとか、いろいろ皆様、たくさんあるんですけど、どうしようかな。なんかそのギターのレッスンって言ったって、僕もね、ギターをそんなちゃんと練習したっていうのがないので、はい、でギターでまず一番大事なのは、はい、チューニングです。あ、そうなんですか。これ結構緩い方多いです。ちゃんとできてないと、どんなにやっぱりいい演奏でもチューニングができてないとこれもう全然ダメですから。なのでとにかく何かっちゃチューニングしてください。あれですよね、あのコンサートの時に一曲一曲ギター変えるじゃないですか。はい、あれってやっぱ何曲やってるとチューニングずれてきたりとかするってことになる。やっぱ弦っていうのはスチール弦の場合は特にあったかくなると鉄なんで柔らかくなって伸びちゃうわけですよね。で下がってくるわけ
ですよ。あとはまあちょっと調整の仕方ネジ巻いてるんで、引っ張ってチューニングしてると逆にそれで引っ張られてこう高くなったりする場合もあるんで、とにかくまあチューニングはもう念には念を入れてやらないとダメですね。で、あとまあコード、まあ、曲を弾きたいっていうのはすごい大事なことだから、曲を弾くためにコードを覚えるっていうのは、まあ、もちろん目的が曲を弾くことなので、コードっていうのは手段なので、曲を弾くことを優先していった方がいいとは思いながらも、でもやった感、できた感っていうのはすごい必要じゃないですか。だからみんなその F で挫折したとかってよく言うけど、はいはい、もう F 弾かないっていうのでもいいんですよ。例えばもう、なるほど、 F が出てくるけど、あと F の曲も、F の曲はもうやらないとか。あ、そういうのもあるわけですね、結構ね。あと、まあ、あと曲の中に F が出てきたらそこだけはもう休むみたいな。あとか、それぐらいのつもりでもいいんじゃないかな、最初はと思うんですけど。あとそのやった感で言うと、やっぱり一番最初に覚えるコードとしてはギターの場合はやっぱり Em7 が一番覚えやすいんですよ。Em7 っていうのは5弦の2フレット目を、まあ、押さえて、弾くとこれだけでコードになる。いきます、いきますよ。これ Em7、でもう一本足すと Em になるんだけど、まあこれだけでもまあいいんじゃないの。最初はあの Em とか、まあ Am あたりがやっぱ覚えやすいですよね。でもまあコードっていうのはもう本当にその押さえ続けるしかないので、今日はね、あのちょっと初心者に難しいことを一個あのレッスン用にやりましょうかね。これやるようになると指結構動くよっていうの、バレエコード、これ指一本で全部押さえられるようになることがまずできなきゃいけないんだけど、まずこれ やってください。これができるようになると、まあほとんどのことができるようになるので、まあコードって言ったって、まあね、あの G、C、D、Em、Am、Bm、C、D、G、まあそれはやっていけば多分できるようになると思うんで、あとまあ難しいコード、そうね、なんかディミニッシュとかいろいろあるけど。まあ、セブンスだ、なんかいろいろあるけど、さらにやっていけばできるようになるので、やっぱりポイントはね、こうギター続けていくにはこのバレーコードが非常に重要になってくる。バレーコード、これで1から6まで全部鳴るように。で、そうね、普通のギターの場合だと、まあ、こうやって親指と人差し指でギュッて、まあ、押さえるのが普通なんだけど、クラシックギターの場合だとこうグッとボディを体側に押し付ける感じ、親指あんまり使わないっていうような押さえ方も、まあ、クラシックギターはあるみたいです。そういう押さえ方みたいです、まあ、僕はその両方のいいとこ取りで、まあ、座って弾くときは圧をかけて、親指が仮にこう離れてたとしても、まあ鳴るようなポジションをこう探すという、一番弱く音が鳴る最小の強さっていうのを探した方がいいんですよ、やっぱり。強く、あんま強く押さえると手が疲れちゃうんで、まあこれが鳴るようになれば。でポイントはね、こうあんまり指の腹だと鳴らないんだよね。それなぜかというと、皆さんご存知の通り、指っていうのは結構カーブがあるんですよ、指って、だから均等には抑えられないんです。だからちょっと斜めにするんですよね、こう指を少し、
少し斜めにすることで、そのまっすぐにするとね、なかなか抑えられないですよ、やっぱり。で、これがまず一つと、あとちょっと難しい課題をあの出しておきますね、皆さんにね。はい、あのこう宗さんちょっとね、見えないと本当に申し訳ないんだけど、5フレットをこう指で押さえて、で人差し指は動かさずに、あとの、中指、薬指、小指を動かす練習っていう。でこれで、人差し指は全く動かさずに、あとの指だけを動かす。これをずっと繰り返すと。まあピックはまあ右手はダブルでいいと思うんですけど、まあこの動かし方だったらこう上がりながら下がる方がいいかもね。これをやるとだいぶ動くようになります、指は。すごいな。いや、これはね、僕もクラシックギターの教則本で読んだやつなんですけど。まあでも皆さん今やっぱ家にいて時間はありますからね。そうね、時間あるんでゆっくりやってみてください。それと、ね、やっぱりやりすぎると手首とか痛めるんで、僕みたいに。で、指先が痛くなった場合は氷水に指先つけてアイシングすれば、まあ毎日練習できるんで、ちゃんとアイシングすれば、慣れるまではね。アイシングしないと結構皮がむけていくんで、そうなるとちょっとあんまり練習も続けられなくなるから、練習して指痛いな、真っ赤になっちゃったな、もう水ぶくれになりそうだなっていう時は、氷水作って、そこにこう指入れて、もうそれも痛いんだけど、イタタタタタってなるんだけど、そのイタタタタってなるぐらい、もう痛くなくなってきたな、もう冷たさも感じなくなってきたなぐらいまでつけとけば、次の日もやれるようになりますから。うわ、という割とギターをやりたい人のなんかこう希望をちょっとへこますような課題を与えたんですけれども軽い鬼コーチでしたね、今。ちょっとついてこれるやつだけとりあえずついてこいっていう、そのね、ストロークとかも全然教えないでね。だからこう何が知りたいのかっていうのを教えてもらって、で電話越しにギターを持って、そのこの時のこれがどうにもうまくいかないんですっていうのを質問してもらってやった方が多分分かりやすいかな。だから メールで電話番号を書いてもらって、今この曲やってるんですけど、まあ、僕以外のアーティストの曲だとちょっと僕もパッと、僕も練習しなきゃいけなくなるんで、一応僕の曲でやらせてもらえる方がありがたいんですけど、それをこう、この曲今やっててここができませんっていうのを、ここが分かりませんっていうのを電話番号と曲を書いて送ってくれたら逆転しますよ。じゃあやってみましょうかね、じゃあね、それをね、今度ね。それまでに皆さんこのね、バレエコードで指一本で押さえられるようになること、で指単体を動かすこと、これものすごい難しいんで、これを練習しておいてください。まあこれができるようになったら連絡してきてくださいっていうのはちょっとハードルが高いのでそうは言いませんけど、はい、ぜひまあそうやってみましょうかね。じゃあギター初心者の方、まあ僕もできないこといっぱいあるんだけどね、まあできることだけでやってるっていうところあるんですけど、じゃ あ曲を、あ、マチネの終わりで演奏された幸福の効果を最近練習し始めました。だってすごいね、26歳の女性だよ。うん、マンドリンとクラシックギターの、クラシックギターに所属していたんだって、もともと13年前。あ、じゃあ多少できるんだね、じゃあね。うん、はいはいはい。じゃあちょっとめぐちょびさんにリクエストをお答えしまして、幸福の効果。
京都府ゆっぺさんは21歳男性大学生の方、うん、福山さんこんばんはと。こんばんは。いきなりですが最近僕失恋しました、うん、何が原因なのかいろいろ考えた結果、うん、自分の中身と外見が全く逆だからではと思いました。よく周りからは外見かっこいいけど中身がダメだなとか そんなこと言うんですか、残念なイケメンとか言われますと。残念な生き物ならぬ、ね、イケメンだ。残念なイケメン、まあ、僕自分で思うに性格は自由なタイプだと思うんですが、うん、まあ、それに伴ってすごい、まあ、不器用な人間でもあるなと思ってます、うん、失恋した相手の子は、友達からの紹介で知り合っただけだったんで僕の中身のことまでその彼女は知りませんでしたと、うん、だから相手が素の自分を知ると興味をなくしてしまうのではと不安になり、うん、いつも自分を押し殺しクールぶったり無駄に優しくなったりするんですが結局しんどくなり連絡を取らなくなったりしてしまいます。この不器用で自由な自分を理解してもらうにはどうしたらいいか教えてくださいと、ね、写真がちょっとそれだ、うん、写真を見る、ね、なんかヘアカタログみたいな写真ですけどなんか、うん、なんだ目線欲しいな、ね、うん、まあ、ただ全体的な作りはイケメンの作りですよ、ね、分かりやすくで、何が残念なのかちょっと僕読み取れなかったんですけど、はい、これ何が性格は自由なタイプ自由で不器用普通は自由にできない人が不器用なんですけどね、うん、自由にできて不器用って好き勝手やってて不器用ってどういうことなんだろう。電話してみようか。おゆっぺです、うん、まあ電話番号書いてきてるってことは登録してくれてるんじゃないかな、うん。ああ、私が平塚シチュエーションラジオの学長こと福山雅治で R ああ、そうじゃ喫茶で R え、誰といんの誰といんのでも友達だと思うゆっぺゆっぺゆっぺでしょ。シチュエーションラジオにメールくれたでしょ。あ、はい。あれあれなんか間違ってたの誰かとゆっぺ誰だと思った深山さんですか。そうだよ。え、ほんまですか。今言ったじゃない。いや、なんかね、深山さん今ね、ほんまですか。いや、ゆっぺが なんとかじゃんって言われて、多分誰かと間違われてるんですよ。なんとか誰と間違った、はい、ゆっぺ。先連絡した友達と間違えました。なんなの今、だから誰といいんだよって急に言われてましたもんね。誰といいんだよ、総口さんといるんだよ。まあ、私いますけど。だってラジオにメールくれたでしょ。うん、今収録しているよ。そうでしょ、うん、だから連絡したのよ、うん、え、ほんまですか。ほんまですよ。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。お、よかった。いや、それでね、はいはいはい、とにかく僕はその外見と中身のギャップがあるので、うん、女の子に振られる、モテないという内容だったでしょ、うん、はい。その外見は分かったんだけど、まあ、イケメンなのは分かった、うんうん、ね、あ、すいません。で、内面のギャップっていうのはちょっとねよく分からなかったんで、うんうん、どういうギャップがあるのかな、どういう内面なのかなっていうことでお電話させていただいたんですよ。あ、わざわざすいません、ありがとうございます。いやいや、こちらこそわざわざメールいただいたの、うん、ありがとうございます。自分なりにはどういうふうに捉えてんの、そのギャップっていうのは。そうですね、結構外見で見られて、うん、で中身もなんかクールなんじゃないかなみたいな、そういう風に捉えられがちなんですけれども、うんうんうん、でもなんか実はそうじゃなくて結構陽気で、うん、というのをあんまり見せれないというか、あ、なんか相手の期待に応えようと思ってなんか自分を作ってしまって、それでなんかしんどくなるっていう、はい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 、はい、そういう意味ね。はい、ちなみに相手の期待ってどんな期待だっていうふうに受け取ってんの。中身も外もクールなんじゃないかなって思われてるんかなって思うとなんか分かんないんですけど、あんまり、まあ、面倒くさい相手にはならないようにっていうのをなんかすごい気遣ってしまったりとか。うん、例えばどういうことなんだろうな。面倒くさい、もっと素の自分、まあ、素の自分っていうのが、まあ、じゃあ素の自分っていう、自分が思う素の自分ってどういう自分なの。僕は結構なんていうんですかね、自由で天真爛漫な方なんですよ。うん、でそれで、まあ、相手がちょっとどう思ってるか分かんないんですけれども、そういう自分素を出せればいいなとは思ってて、
そしたら多分あの一番過ごしやす一緒にいて過ごしやすい相手になるやろうなっていうのはすごい思ってるんですけれども、あのうちのねあの、はい、番組のスタッフに、はい、あのホストクラブに通ってた女子スタッフの子がいるんですよ。その子が今、はい、イケメンのユッペの悩みとユッペのトークを聞いて、うんうん、苦い顔をしてるわけ、うん、あ、そうなんですか。これちなみにどういう、なんでそのどういう感想ですか、うん、その今のトークの流れを聞いて。あのとてもモテそうな子だなと思うんですけど、うん、年上の女性がいいんじゃないですかね。年上どうよ。あ、年上1回付き合ったことありますね。何歳上？いや、1個上だったんですけど。いやいやいや、もっと上もっと上、やっぱりもう、ね、何歳ぐらい年上までだったら自分的に恋愛対象なの？全然あの僕そんな恋愛にその年齢とかあんま考えないんで。今日ちょっと、はい、年上の子と付き合ってもっと自由でいいのよ、伸び伸びしてていいのよ、私の前でみたいなことを言ってくれるような人だったらいいんじゃないの、はい、ああ、そうですね。それやったらすごい過ごしやすいですよね、一緒に。これいわゆるね、そうですね、うん、イケメンの悩み、イケメン特有の悩み、はい、イケメンあるあるなんですか、これは。あるあるです。あ、もう僕ももうずっとそれに苦しんできた。いやいや、なんか口調が急に変わるんですよ。ああ、苦しんできたよ、言って。僕も思ったんですよ。福山さんやったらなんか共感してくれるところあるかなとかって思って。だろ、みんな落ち着け、みんなちょっと落ち着け。だろ、はい、うん、やっぱね、その、はい、もう今はそんなことないけどね、うん、こう抱かれたい男なんていう風にね、90年代なんかは、はい、取り上げられて、接近してましたよね、もう、うん、取り上げられた時代があった、はい、プレッシャーだったよね。あ、そうですよね、やっぱり。そりゃやっぱり抱かれたい男1位にはすごい抱き方すんだろうなって周りみんな思いますよね、想像で。これってすげえ想像もつかないような抱き方すんだろうな。そうそう、それは女性からも男性からも、ね、そりゃそうでしょうね。どんな抱き方すんだろうなみたいな。実際ね、はい、抱かれてみたら、はい、これなんかさっぱりしてんなみたいな。期待値が高すぎるっていうね。そういうね、抱かれた男としてのプレッシャー、大変だなと戦ってきたよ。ああ、なるほど、やっぱりそうなんですよね。やっぱりね、ごめんゆっぺ、ごめん、あの今更だけど、うん、冗談な。ゆっぺ、ゆっぺ真面目だから。すごい申し訳ない。俺ね、ゆっぺがあのいいやつだってことはすげえ分かった今、うん、ただまあその期待されて期待に対して答えるっていうことがプレッシャーになってしまってるんだっていうことであれば、そうですね、それをさ最初からもう言ったら、これから出会う子に。そうですよね、うん、そうするべきなんですかね、やっぱり、うん、その子が紹介で友達の友達みたいな、うんうんうん、であのたまたま成人式の写真をインスタに上げ、友達が上げたらそれ見てかっこいいなみたいな感じで、それが馴れ初めっていうか出会った、うんうん、きっかけだったんですよ、うん、まあ、それだからこそなおさらなんかちゃんとしとあのクールでいとかなあかんのかなっていう、うんうんうん、そういうプレッシャーがものすごくでかくて、うんうん、かわいいぞ、かわいいぞ、あんまり姿せなかったっていう、うん、かわいい、ますますそれを言うと、いい、ゆっぺ、今みたいな正直な話をすると、はい、もっとモテるよ。あ、ほんまですか。ほんまですよ。これは冗談じゃない。これは冗談じゃない。本当に。はい。これね、逆張りだね、またね。イケメンだからクールにしなきゃいけない、クールに見られると思って、その苦しみで自分をいつも出さないでいて、だから君の前では、僕は君の、ね、君とちゃんとお付き合いしたいから、本当の自分を分かってほしいから、あの、はい、君の想像とは違うかもしれないけど、その、はい、その自分をさらけ出して付き合ってもいいですかっていうふうに言えばいいわけでしょ。ああ、なるほど、うん、勉強になります。いや、これモテるわ、逆に。それでいいですね。ちょっとそれでやってみてよ、しばらく、うん、ああ、わかりました、うん、はい、じゃあ、そんなゆっぺからのリクエスト曲なんかない？ラジオで曲かけるからさ、うん、ああ、
そうですね、僕最愛がめちゃめちゃ好きでいいね。やっぱりなんかあのあれなんだよね、ユッペはあの外側がイケメンだけど内側はノーイケメンなんだね、やっぱりね、うん、そうですね、本当に全然、うん、DT? いや、直せないDT じゃないよね、うん、でも若干 DT 臭が漂ってるよ、若干、うん、まあまあそこもいいとこだけどね、うんうん、分かった、じゃあ最愛おかけします、お願いします、うん、じゃあ建築の勉強も頑張ってください、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあねー、失礼します、じゃあねー、地底人ラジオ、え、メールいただいております、はい、プレゼントは恋の伝言版、起きた、起きました、うん、これ埼玉の47歳男性の方、渋谷のラジオで聞いていただいております、うん、コンチテージン、コンチテージン、お、あ、先日、うん、恋の伝言版で気持ちを伝えさせていただいたものですと、はいはいはい、我々がすごく気を使って編集した、あの声を変えたりして、うん、あの巻き込まれて我々もちょっと声が変わっていたところがあったっていう、うん、でその相手といろいろ話しながらこの地底人ラジオを聞きました、はは、で聞いてたら恋の伝言版が始まりました、うん、せっかく声まで変えていただいたのですが、うん、電話がつながってこう話し始めたらすぐにこれ君と気づかれたとこれ君でしょ、君って言われ方距離感あんな、すでにね、これ君、うん、と言われて、うん、あのこの男性ラジオの T さんだ、 T さんは T さん、うん、もう腹を決めたってね、そうだ、うん、そうなんだと言った瞬間、うん、マーシャと電話できるなんて運使いすぎ来、運使いすぎで来世は虫だなと言われたお前は転生したら虫になるなこれね、いやちょっと待てと、逆の立場なら、まあ、その気持ちわかるけど今言うのそれっていうね、うんうんうん、で、読まれている間に自分が告られているとは気づいていなかったらしく、お酒入ってるから明日もう一度ちゃんと聞くからと、うん、そして現在前と変わらず毎日くだらないことを言い合い、マシャ話で燃え合う友達として過ごしていますねえ、ライブができるようになったらまた2人で参加させていただきます。ライブで会えない間はブロス、 YouTube など楽しみにしているので、お体に気をつけてお過ごしくださいって、これでいいんでしょうか T さん、ズバリ言ってもいい？お願いします。相手されとらんくないか。はい、これだってさ、わからないわけないでしょ。はい、あの告白されてるってことを、はいはい、かつ今日のこの放送のこの受けトーク、受けメールを読んだら、これさ、これで気持ちが伝わってないっていうことはないでしょ。あの T さんもそこに関しては完全に目をつぶって、あのしょうがないっていう、なんだこの玉虫色の決着は。これなんかあのそうだってガーって向かってってみたら、もう闘牛士並みにさっとこうかわされて、何事もなかったかのようにリセットされた。なんだこの政治的解決の仕方は。いや、しかも T さんももうそれでよしとしてるという、要はその、まあでもこの状態が答えよっていうことをその女性はおっしゃってるわけだよね。うん、あの言いたいこと分かったからもう言うなっていうことですよねそれに関してはもう言うなよっていう、私も受け止めたから、うん、でこの話しないから、あなたももう言わないでねっていうことですよ、うんうん、はい、で多分もしももう一回蒸し返したら、お前言ったよなって多分またこの間言ったよなっていうあ、怒られる、だからもう言わないって。なんか僕らお手伝いしたこう感じが、手応えがないですね。完全に空振りですね、我々も。我々も空振ってますよね、なんかね。だ
だって背中を押してほしいって来たのに、押したら押すなよ押すなよって逆に言われたっていう感じの押すな押すなよ絶対押すなよ、いや押せてたじゃんっていう。これはまあ女性の方がもう1枚も2枚も上手っていうことですよね。でもそういうところもまた好きなんだろうね。あの振り回されるのも好きなんじゃないですかね、ちょっとね。あ、だからこうベタっとしない感じの関係が心地いい相手なんだろうね。T さんほら一度離婚されてるじゃない。だからなんかこう好きだ好きだっていうその関係性や状態ってちょっとこうしっとりめじゃないですか。まあそうですね、やっぱりそれは。でもこの T さんの好きな子みたいにお前来世虫なとかって言われる関係ってやっぱカラッとしてるじゃないですか。でそっちのカラッとしてる方が人としての関係は長続きしていくっていうのを経験上知ってるわけですよね、その T さんはね、はいはい、ですから多分あの今回のことあっぶんね、一回失敗してるのにまた忘れていきそうになったあっぶんねと多分いやもう失敗してますけどね、この告白の、まあでも T さんの中ではあぶんでギリギリでなんかこうなんか守ったみたいな、まあ踏みとどまったっていう感じは、踏みとどまった、あぶんねあぶんねっていう。ただなんか我々がお手伝いした感じっていうのは非常にこうなんかのれんに腕押し感で、なんかちょっとあの初めてっていうかなかなか珍しい決着ですよね、これ我々ラジオをやっていてそのお手伝いさせていただいて、うまくいったかもう完全にやっぱりダメでしたか、どっちかが多かったですからね、うん、さあこの放送を受けてどうなるかってことです。はい、僕いいですか。はい、はい、僕、はい、何も変わらないと思います。何にも変わらない、ベタなぎですよね、ベタなぎでも、はい、なんかこの間も引き続きメール読まれてたねすらない、あもしくはお前また読まれるってお前虫すらでもないわみたいな感じ、砂だな、砂。とか、あ、生き物でもないな。砂人だな、もう。ぐらいの返しが来る可能性がある、ね。来る可能性があるね。はいはい。はあ。いやー、ちょっとどうしましょうね、これはね。曲が。どうもできない。曲がなんかちょっと思いつかなくなってきたな。はあ。はあ、なんだろう。曲が全く思いつかないんで。危ない、もう無理だと思います。はいはい、生きてる生きてく。ああそう。地底人ラジオ。メールいただいております。うん、東京のみさきちゃん、26歳女性会社員の方、渋谷のラジオで聞いていただいております。福山さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いております。今日は悩みがあってお便りしました。うん、コロナのねその自粛でかれこれ1ヶ月以上彼氏と会ってません。うん。彼氏は一人暮らしでゴールデンウィークは実家にも帰れない、ね、時間を持て余しているようで、うん、一日でいいからどうしても会いたいと言われました、うん、気持ちは分かりますが正直今外に出るべきではないと思うし、うん、もし私がまあ無症状であってもその、ね、もしも無症状でまあコロナ感染してた場合彼に移してしまったらと思うととっても怖いんです、うん、こういう時だからこそ冷静な判断ができる人であってほしかったのでまあ、自粛しようねとやんわり伝えたんですが、うん、付き合いたての頃だったら絶対来てくれたのにと拗ねてしまいました、うんまあ、彼氏は私の7個上です、うん、だから33歳ですね、うんこんなことで喧嘩になるのは本当情けなくなります。こういう時彼に何と伝えれば分かってくれるんでしょうか、彼とはかれこれ2年以上付き合っていて心を許せるのも彼だけなんですがこういう喧嘩も何度もしているのでこの人で将来は大丈夫かなと不安になることもしばしば、うんラブティーチャー福山さんの意見を聞きたいです。ズバリティーチャーしてもいいかな。ティーチャーしてください。はい。美咲ちゃんズバリティーチするよ。こういう時何を言っても変わりません。もうごめんなさい。さっきの T さんの反省を踏まえて逆に何をしても同じみたいな感じになってますか。人生経験のね、はい、まあ50を超えた、はいはい僕と総口さんは、はいはい、まあ、はいはい、おそらく知ってると思うんですけど、
こういう関係、ね、今書いてありますけど、こういう喧嘩も何度もしているので将来大丈夫かなと不安になるということですけど、こういう喧嘩をお付き合いをして2年の間に何度もしている2人は、はい、今後20年経っても30年経っても同じようなことが起こります。人間結局そんなに年取っても変われない説っていう、はい、変わらないですね、うん、あの頃若かったからね、お互い喧嘩したよね、でも今は喧嘩しないよねっていうふうにはならないと思います。厳しいないやいや、あの相性っていうのはそういうもんじゃないですか。あ、そうですよね。そう、喧嘩する人とはなんとなく喧嘩するし、この人に何か言いたいことがあっても言えないな、なんとなくっていうのはずっとなんとなく言えないし、今まで言えなかったけど急に言えるようになったとか、しょっちゅう喧嘩してたのに喧嘩しなくなったっていうのはあんまりないと思うんですけどね。確かに、その彼の付き合いたてだったら絶対来てくれたっていう、もう言ってもしょうがないことを言っちゃうっては多分治らない可能性ありますね。治らないです。その思考、うん、そういう一言言っちゃうって、おっしゃる通り、その思考とその発言の、言葉の選び方っていうのはもうその人の性格なので、そういう拗ね方で伝えるっていうのはもう変わらないですいや、まあ、これ美咲ちゃん絶望的な気持ちになりますよね。そっか、そうかしら。あのスカッと解決っていうことじゃなくて、これスカッとジャパンじゃなくて、あ、でなんか美咲ちゃんとしては、あの将来これ結局もう続いていくのかこの感じがってなると、ちょっとあーっていう。電話してみましょうか。お、いいですね。自宅にいらっしゃるんじゃないですか今ね。ね、はい、美咲ちゃんであるか。はい、私が地底人ラジオの福山雅治である。リモート収録の総口である。え、本当ですか美咲ちゃんはい、ラブティーチャーの福山と総口にご意見を聞きにメールをしたであろう。はい、しました。もうひとしきり話しちゃったんだけど、ズバリ言ってもいい？はい、ズバリティーチしてもいい？ティーチ、はい、お願いします。こういう喧嘩を何度もしているこの人は、はい、ずっとこれからも変わりませんやっぱりいや、トーンが低いな、なんかもう美咲ちゃんとしては7つ年上なで、まあ、うん、大人の包容力というかね、そのもうちょっと大人っぽい人かなともともとは思ってたわけでしょ。あ、そうです、そうです。ところが、いや、付き合いたての頃だったら絶対来てくれたはずなのに、なんだよちみたいな、そういう子供っぽい態度がもうイラッとするわけでしょ。あ、そう、なんか末っ子だからかわかんないんですけど、うん、結構そういうところがありますね。美咲ちゃんはね、声のトーンも含めてね、すごい落ち着いてるもんね、うん、いや、なんか今本当にびっくりしてるんですけど、ちょっと今冷静に。全くびっくりしてる感じがしないですよね、なんか。え、いや、本当にびっくりしてます、ごめんなさい。いや、いいのよ、いいのよ。いいです、いいですよ。これあれですかね、総口さん、その7つ年上なんだけど、はいはいはい、7つ年上の彼の方が精神的には年下で、美咲さんの方が、あ、もう完全に、はいはいはい、年上っていう、この逆転現象ですかね。はい、これが多分ご結婚されてこう何年も経つとますます子供になっていく可能性ありますね、これすごいラブティーチがもう激しい。どうしよう。で、怒って、あのお子さんが生まれたりすると、ママを子供と奪い合うみたいな感じにこう。ああ、よく聞くね、それね。あるんですか、はいはい、そんなこと。でもなんかそうなっていく可能性もありますね。
ごめんね、ネガティブなことばっかり言って。いかん、わからないです。我々言ってることが違う可能性ももちろんありますんで、彼が変わったりすることももちろん、もちろんあるでしょうし。でも、そうなるのかなとはちょっと思ったので、なんかまあすごいショックっていう感じではないです。まあ、そうだよなっていう。そうでしょう。部分もあります、ね、はい。根っこは変わんないですよ、絶対。はい。うん。表現の仕方は変わるかもしれないけれども、根っこは変わらないので、その根っこの部分多少はもちろん変わるんですよ。僕だってデビュー前やデビューした頃から比べると喋り方も考え方も人の接し方も変わってはいるけど、でも根っこの部分でやっぱり他人に対する嫉妬であるとか、そういう部分は自分に対する自己肯定感の低さ、自己否定感の強さっていうのはやっぱ変わってないもんね、やっぱりね、はい、もう一度よくお考えになっていただければと思います。ね、ラブティーチャーありがとうございます。ラブティーチャーって初めて聞いた。え、お友達には相談してないの？あ、友達に言ったりもしてるんですけど、うん、まあ決めるのは自分だよなとは思いつつ、うん、え、別に僕と総口さんが決めてもいいよ。いやもうズバリ言ってもいい？はい、分かりなさい。本当にやっぱりそうなんですか？僕はそう思う。やっぱりそうなんですかね。いや、あのね、もし別れても本当にもう一回お互いが求めて大事だっていう存在であればもう一回戻ってきますよ。それは戻りますよ、うん、はい。でも結婚を視野に入れてるっていうことであればどこかで覚悟しなきゃいけないから、はい、モヤモヤっていう気持ちを抱えたまま結婚という新たなスタートへ旅立っていくよりはやっぱり気持ちよく飛び立ってテイクオフしていただかないと、気持ちよく船出していただかないと。はい、うん、いや怖いですね。いやでもまだ私一人でというかまだ結婚したくないかも。やっぱり。じゃあ結婚しないでおきましょう。はい、わかりました。はい。自由でいたいという気持ちに今現在の気持ちはそこだったんだっていうのが、はい、今現在ではそうだけど、まあ明日になったらまた変わってるかもしれないんで、はい。また人生に悩んだり迷ったり、本当の自分の気持ちに気づきたくなったら。はい、地底人ラジオにメールしてくるんだよ。 ありがとうございます。よかった、明るいトーンの声のね、美咲ちゃんの心の声が聞けてよかった。よかった、はい、もうびっくりしすぎてごめんなさい。とんでもない。じゃあ美咲ちゃん、はい、何か一曲リクエストいただくわ。うん、ああ、わかりました。何でもいいな。スコール？ああ、スコールね、わかった、うん、はい、ライブバージョンとスタジオ音源バージョンどちらがいいかしら。あ、私ライブ行ったことなくて。あれ、そうなの？私結構最近ファンクラブに入ったんです。あ、そうなの？はい。何がきっかけ でこのなんかリモートワークとか始まったあたりで、うん、出演されてるの見て、うん、え、なんでこんなにかっこいいんだろうって思って、なんかすごい急にハマっちゃったんですよね。嬉しい。じゃあそのライブに行ったことがないということで、そのライブバージョンダブルアンコールがあるよね、はい、その中のスコールをじゃあお送りします。はい、ありがとうございます。はい、別れるも別れないも結婚するもしないも、はい、一人でいるもいないも美咲ちゃん次第です、もちろん。だけど今日、はい、美咲ちゃんが今現在モヤモヤとしている中で、その雲の向こうにあったモヤモヤとしたものの向こうにあった気持ちは、やっぱり私は今は結婚しないでおきたいという気持ちで間違いないですよね。はい、私自由でいたいです。わかりました。はい、さっきまでの通り雨が嘘みたいに綺麗な空だね。信じられない、生きててよかった。じゃ あ美咲ちゃんにお送りします、スコール。はい、はい、またじゃ あ、うん、何かありましたらメールください。はい、ラブティーチャーお願いします。はい、じゃあね、はい、はい、ありがとうございました。地底人ラジオではエンディングです。はい、まずはお知らせ、ワウワウ
ライブにてですね、福山雅治ミュージックコレクション2006-2020、第2弾です。5月10日日曜ね、次の日曜ですけど、5月10日の16時からでございます。4月と5月の2ヶ月にわたり歴代の MV をお届けする福山雅治ミュージックビデオコレクションですが、来週5月10日日曜には2006年から2020年までの15年間を映像で振り返ります。で、番組内には私福山のコメンタリーブロックも予定しており、ミュージックビデオ撮影時のエピソードや作品のコンセプトなどもお話しさせていただいております。ぜひお見逃しなく。で、この日に合わせてブロス限定 YouTube ライブ配信企画、おうちでブロスボリューム3を開催させていただこうと思っております。早紀さんもご参加可能ですか？もちろんです。 ありがとうございます。なので、30分前の15時30分からなのか、もうこれ1時間前の15時から飲み始めるのか、これだからどっちにするかなんだよね。もう見ながらやるのか、その事前番組的に事前、合同視聴会ご飯会みたいなものをやって MV コレクションに集中してもらうのか、これもちょっと吟味して、まあやってみないと分かんないんだけどね。まあ今回もだから同時に見ながら、ご飯食べながら飲みながらMV を見るでもいいかもしれないし、まあ、これやってみてからですよね。はい。で、皆様のご意見も聞かせてください。これどっちがいいっていうの、視聴方法などの詳細は福山雅治オフィシャルサイトでご確認ください。で、福山 YouTube、 オフィシャル YouTube 動画続々公開中でございます。で、今は It's Only Love のライブ映像をね、フルバージョンで We Are Bros Tour 2014ヒューマンからフルバージョンでおかけしております。福山雅治オフィシャル YouTube のチャンネル登録もよろしくどうぞ。うん、福山屋のニューアイテムも発売中です。ロングスリーブ T シャツ、ブラックホワイト、それとトートバッグの黒で、ピーチ69のアンダーウェア、アミューズオフィシャルサイトのアフスマートから購入すること可能ですので、ぜひともご覧になってください。ダンロップ新テレビ CM ビューロ VE304 理想のタイヤかもしれない編オンエア中、私の最新曲始まりがまた始まっていくが本 CM 起用されております。キューピーハーフ新 CM 片手で食べるサラダキャベツ編オンエア中、朝日スーパードライエクストラコールド新 CM、 キンキンに冷えた、ビールを飲む CM、 美味しそうでしょう、美味しいんですよ、エクストラコールドの CM も絶賛オンエア中でございます。よろしくどうぞ。さあ、今週も地底人ラジオをお送りしてきました。変わらぬエンターテインメント放送を心がけている地底人ラジオ、お楽しみいただけたでしょうか、ね。全国の地底人ラジオリスナーのあなた、お聞きくださってありがとうございました。そして今週も医療現場の最前線でお仕事を頑張っておられる皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。まだまだ続いていくと思いますけれども、過酷な現場だと思いますけれども、引き続き我々一人一人国民の命をお守りください。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、来週も、ね、元気に安全にこの時間にお会いしましょう。お相手は福山雅治で R でした。また来週まで、バイバイ。バイバイ。